梅雨前の晴れ間府中のゴール前、梅雨前の晴れ間府中のゴール前。プルプルスラリンメタリンの世界一当たらない鳥神予想。どうもどうも、スラリンメタリンでございます。先週は青いステークスの一着のみの手的中に終わってしまいました。結果、5月の月間回収率は 54.5%。 絶不調に終わった4月からは回復傾向ですが、まだまだといったところでしょう。6月こそあの思いを込めて、今週は鳴尾記念、安田記念の2レースの予想となります。早速行ってみましょう。まずは鳴尾記念の予想です。本命に挙げるのは8番カイザーバローズです。前走新潟大賞典から参戦した馬が過去10年で7頭馬券圏内、さらにそのうち4頭は4歳馬です。さらにこの馬は2戦連続で上がり最速を記録しており、調子は非常によろしいと言えるでしょう。ここで重賞初勝利になるのではないかと見ています。あの候補として挙げたいのが7番湘南バルディです。中京コースでは3114と相性は抜群。おととし3年前は大阪杯で大敗した馬が3着に食い込んでいます。ここでも押さえておく一頭と言えるのではないのでしょうか。最後は安田記念の予想です。チェックポイントとして挙げたいのは、過去10年のデータではなく過去4年のデータを確認するべきところです。2017年までは5歳馬、6歳馬が中心でしたが、2018年以降4歳馬、5歳馬が中心になっています。特に2019年の高級制度廃止からはこの傾向が顕著に出ています。この傾向に注目してみると良いでしょう。ということで今回の本命馬は9番シュネルマイスターでいきたいと思います。国内海外を問わず前走 G1 馬の4歳馬は要注意となります。昨年3歳馬ながら3着と健闘している点もあり、今年はさらに上を目指してくると見て良いでしょう。穴候補は7番ファインルージュです。チェックポイントでもお話しした通り、2018年からの4年間に注目すると前走ビクトリアマイルの牝馬が毎年必ず絡んでいます。ここでも当然外せない一頭と言えるでしょう。というわけで今週はこちらの単幅2000円での勝負をしてみたいと思います。よろしければ参考にしてみてください。ではでは、また来週。